関東廃電株式会社は、1942年から1951年まで存在した企業。日本最初の電力会社東京電灯の後ろ身であり、現在の東京電力グループの前身にあたる。大正2年頃の、甲府電力株式会社1942年、国家総動員法に基づく廃電灯制令により、東京電灯、甲府電力、富士電力、 日立電力が合併し、関東配電が設立された。この時、東京市電機局が運営していた火力発電所による電気供給事業が関東配電に移常された。山梨県の宮川電灯株式会社、福島県の福島電灯が1940年に着手した放棄川発電所建設工事、埼玉県の仮瀬壁町営電気事業組合の電力電灯事業、 神奈川県秦の町の町営電気事業、東京市の大地電気軌道の電灯事業、茨城県の水品電車の電力事業など、各地の電気事業が関東配電に統合されていった。1951年1月9日には、水不足による水力発電所の稼働率低下に伴い、大口需要化から家庭に至るまでの大規模な緊急停電を予告。 しかし、直前に GHQ より実施しないよう勧告があり中止。代わりに、大口需要家に対して、工場の給電日を日曜日以外に振り分けてもらう、5 0 0ット以上を受電する工場の電力使用を、夕方の間自粛してもらう協力を求めた。1951年5月1日、東京電力株式会社に施設を現物出資し、営業停止。ありがとうございます。